ブライアン・ P ・シュミットは、オーストラリアの天体物理学者。アメリカ合衆国モンタナ州生まれ。27歳で、オーストラリアに移住。二重国籍。オーストラリア国立大学名誉教授で、ストロムロ山天文台等で研究を行っている。1967年に、アメリカのモンタナ州、水浦で生まれた。父親は、魚類学者であった。 シュミットが13歳の時、アラスカ州、アンカレッジに引っ越した。1985年、バートレット高校を卒業。1989年、アリゾナ大学から天文学と物理学の学士を与えられた。1993年、ロバート・キルシュナーの下ハーバード大学で博士号を取得。ハーバード大学在学中に知り合った。 オーストラリア人女性と後に結婚し、1994年にオーストラリアへ移住した。1995年にハーバードスミソニアン天体物理学センターで行われた会議で HZT プロジェクトの代表者に選出された。そして、1998年に発表した宇宙の加速膨張に関する研究でアダム・リース。 ソウル・パール・マッターと共に2011年、ノーベル物理学賞を受賞した。2012年王立協会フェロー選出。シュミットの趣味は料理とワイン作りで、妻と共に、オーストラリアのキャンベラの近くにワイナリーを所有している。ザ・ノーベル・プライズ・イン・フィジクス2011プレスリリース、ハット・宇宙の加速膨張の発見で、米研究者ら3人が、 ノーベル物理学賞を受賞。h t t p s w w w a s t r o a r t s c o j p n e w s 2 0 1 1 1 0 0 5 n o b e l プラ i ズイン n d e x j s h t m l 2 0 2 0年2月27日。閲覧。ありがとうございます。